ああ、目が覚めたかい。すまんな、こんな扱いで。今は縄を緩めるから少し待ってくれ。ちょっと来てくれるかい。今朝から幹部連中であんたについて話し合っているんだが、あんたが何を見たのか確かめておきたいってことになってね。心配しなくても大丈夫さ。なりは怖いが気のいい奴らだよ。おはよう。昨日はよく眠れた？そうなんだ。さっき僕が声をかけた時には君全然起きてくれなかったけど。からかわれているだけだ。掃除はお前の部屋になんか行っちゃいない。もう少し君の反応を見たかったんだけどな。はじめくんもひどいよね。勝手にバラすなんてさ。おいてめえら、無駄口ばっか叩いてんじゃねえよ。でさ、土方さん、ちょいし細っこいな。まだガキじゃんこいつ。お前がガキとか言うなよ平助。だな、世間様から見りゃお前もこいつも似たようなもんだろうよ。うるさいな、おじさん二人は黙ってなよ。ふざけんなよこのお坊ちゃまが。俺らにそんな口聞いていいと思ってんのか。平助におじさん呼ばわりされるほど年食ってねえよ。新八はともかく俺はな。てめえ裏切るのかさ。あのはは、新八さん図星されて怒るって大人げねえよな。
き下がない方ばかりで申し訳ありません。あまり怖がらないでくださいね。何言ってんだ。一番怖いのはあんただろ、三男さん。おや、心外ですね。皆さんはともかく、鬼の副長まで何をおっしゃるんです。トシと三男君は相変わらず仲がいいな。ああ、自己紹介が遅れたな。俺が新選組局長、近藤勇だ。それからそこのトシが副長で、横にいる三男君は総長を務めて。いや、近藤さん、なんでいろいろ教えてやってんだよ、あんたは。ん？まずいのか？情報を与える必要がないんだったら、黙ってる方が得策なんじゃないですかね。わざわざ教えてやる義理はないんじゃない？ま、知られて困ることもねえよ。さて、本題に入ろう。まずは改めて昨晩の話を聞かせてくれるか。昨晩、京の都を巡回中に不老の老子と遭遇。相手が刀を抜いたため斬り合いとなりました。大使らは老子を無力化しましたが、その折彼らが失敗した様子を目撃されています。なあ、お前本当に何も見てないのか。見てないんならいいんだけどさ。あれ、掃除の話ではお前が大使でも助けてくれたって話だったが。じゃ、大使どもが老子を斬り殺してる場面はしっかり見ちゃったってわけだな。つまり最初から最後まで一部始終を見てたってことか。お前、根が素直なんだろうな。それ自体は悪いことじゃないんだろうな。
偶然老子に絡まれていたという君が敵側の人間だとまでは言いませんが、君に言うつもりがなくとも相手の誘導尋問に乗せられる可能性はある。話さないというのは簡単だが、こいつが新選組に義理立てする理由もない。約束を破らない保証なんてないですし、やっぱり解放するのは難しいですよね。ほら、殺しちゃいましょうよ。口封じするならそれが一番じゃないですか。掃除、物騒なことを言うな。お上の民をむやみに殺して何とする。そんな顔しないでくださいよ。今のはただの冗談ですから。冗談に聞こえる冗談を言え。しかし何とかならんのかね。まだこんな子供だろう。私も何とかしてあげたいとは思いますが、うっかり漏らされでもしたら一大事でしょ。私は副長のご意見を伺いたいのですが。俺たちは昨晩指導に背いた大使を粛清した。こいつはその現場に居合わせた。それだけだとおっしゃりたいんですか。実際このガキの認識なんざその程度のもんだとは思うんだが、けどよ、こればっかりは大義のためにも内密にしなきゃなんねえことなんだろ。新選組の大使は血に狂ってるなんて噂が立ちゃ、俺らのタイムにだって支障が出るぜ。掃除の意見も一理あるとは思うけどな。ま、俺は土方さんや近藤さんの決定に従う。俺は逃がしてやってもいいと思う。こいつは別にあいつらが血に狂った理由を知っちまったわけでもないんだしさ。平助、余計な情報をくれてやるな。はあ、はあ、これでますます君の無罪方面が難しくなっちゃったね。何したるもの、死ぬ覚悟くらいできてんだろ。お前も諦めて腹くくちまえな。確かに潔く死ぬのも男の道だな。俺も若い頃は切腹したし。佐野の場合まだ生きてるけどな。土方さん、結論も出ないし一旦こいつを部屋に戻して構いませんか。同席させた状態で誰かが機密を漏らせば処分も何も殺すほかなくなる。
そうだな。頼めるか。私もその判断には賛成しますよ。ここ。うわ、三男さん。わざわざこっち見て言うとかきついよ。ま、仕方ねえよ。迂闊なのは俺らの担当だろ。主に平助。そんな責めるなよ。俺だって悪気はなかったんだからさ。行くぞ。